最近はスマホアプリが注目で、歩きスマホが社会問題になるほどで、多くの人が夢中になっている。今回は、日本人だけでなく、外国人をもざわつかせている日本発のゲームアプリについての話題で、かなりやばいことになっていた。では、どうぞ。今月7日、ゲームアプリ会社のうさやは、女性向けの恋愛ゲーム、馬のプリンス様の配信を開始しました。このゲームは、仕事に追われ、出会いもない生活に嫌気がさした一人の女性が、ある日イケメンの顔をした馬、ユーマと出会い、ひょんなことから馬主となり、彼の世話とトレーニングをしながら仲を深めていくというもの。牧場に現れる人参をタップし、ユーマに食べさせてポイントをゲットし、ステージノルマのポイントを貯めると、ステージクリアとなります。ポイントは、ユーマのやる気によって変動。やる気はトークで回復。アグレッシブすぎて、ちょっと理解が追いつかない部分もありますが、それは、外国人にとっても当然同じで、コメント欄には混乱する方が続出。それでも、なお、抗いがたい魅力が、このゲームにはあるようでした。海外の反応。今まで、俺が口にしてきた WTF、なんじゃこりゃは全部撤回。そのエネルギーのすべてをこいつに叩き込む。イギリス。もうダメ、笑い死ぬ、メキシコ。一体全体、何がどうなってるの？だけど、自分の中のリトル私がやりたいって言ってる。そんな自分が、怖い、ペルー。明らかにふざけてるのに、なんであんな絵が綺麗なんだよ。パキスタン。日本は、一体どこを目指してるんだろうか。アメリカ。これは、あらゆる次元で間違ってる。超キモい、ドイツ。やばい、体は馬だけど、顔は超イケメン。ドイツ。こんなの人生をゴールしても、いい人しかやっちゃダメ、フィリピン。もう何が何だか。が、しかし、この一大アドベンチャーに、ワクワクが止まらん。アメリカ。このゲームを作った人が、誰なのかはわからんけど、その人のテンションに合わせられる自信がない。アルジェリア。ちょっとやってみた。もう、以前までの自分には戻れないかもしれない。アメリカ。言葉を失うっていうのは、こういう時に使うんだな。アメリカ。私、今までの人生で一番笑ったかも。オーストラリア。友達に紹介したら、こんなの紹介し返された。アメリカ。なぜ、こんなゲームが作られたのかと人は言う。日本だからよ。それしか答えようがないでしょ。アメリカ。俺、あの国に行くのが怖い。怖いよ。だけど同時に、ものすごく引きつけられてる自分がいる。カナダ。俺としては、若干開発が遅すぎたくらいだ。オーストラリア。画像を見た瞬間、恐ろしすぎて叫び声を上げた。オーストラリア。それは心の叫びだ。正直になれ。本当の馬尾さんは、このゲームを欲してるんだ。アメリカ。もうやだこの銀河。ドイツ。誰か日本を止めてくれ。マジで何なんだこれは？フィリピン。これ以上日本についていける自信がないアメリカ。アメリカがトランプを生み出してるうちに、日本は、もっと恐ろしいものを生み出してやがった。アメリカ。興味を持ってしまった人間に言いたい。やめておけ、手遅れになるぞ。アメリカ。日本初という事実が、世界の動揺をかなり和らげてるようなブラジル。これ以上の精神的ダメージを負わないように、今日のネットサーフィンはこれくらいにしておこう。スペイン。ふざけんな、笑い死ぬかと思ったわ、エジプト。騙されたと思ってやってみるわ。絶対騙されるだろうけど。タイ。日本の人たちに聞きたい。あなたたちは、どうして、すぐに斜め上を走ろうとするの？モンゴル。なんだこれ、また、あの人たちですか、アルバニア。この先地球上で何が起ころうと、私はもう驚かない。アルゼンチン。ダウンロードしてやってみてるんだけど、のっけからカオスに次ぐカオス、ベトナム。ショックのあまりもう少しで泣きそうだった。マレーシア。マジで、
なんでこんなのを作ろうと思ったんだろう。それを本気で開発者に聞いてみたい。オーストラリア。これただの釣りかと思ってた。本当に日本って国がわからなくなってきた。ドイツ。世の中には存在すべきじゃない物事ってあるけど、これも間違いなくその類の一つね。ブルネイ。とにかく WTF の連続でしたが、同じくらい受けてもいました。ちなみに Google プレイのレビューでは星 4.7、 最高5とかなりの高評価となっています。さあ、あなたもこれにハマるのでしょうか。ちょっと覗いてみられたらどうかな。